皆さんこんにちは、司法書士 YouTuber の加代真里乃です。今年もですね、朝ネビ司法書士事務所の熊手をですね購入しました。昨年はね、熊手、本当に立てかけるタイプのね、熊手の、形のもので装飾がね多かった猫のやつを買ったんですけど、今年はですね、あれ結構ですね、くくりのも大変で、もしね倒れたりしたら縁起悪いじゃないですか。なので、この置く方が便利だなと思いまして、今年はね置き型タイプのものを買いました。これね、しかもドラえもんがついてるんですよ。めちゃくちゃ可愛いと思って、朝ネビ司法書士事務所のね、商売繁盛を記念して、これにしました。で、毎年ね少しずつ大きくなっていったらいいなと思っております、ね、そんな感じで今日は熊手の紹介と、で今日はですね、ちょっと少し前になるんですけれども、弁護士が非弁行為で、逮捕されたというニュースがありました。で、非弁行為というのはいろいろあるんですけど、今回その74歳の弁護士ですかね、逮捕されてされた事案というのは、事件屋から斡旋を受けて、弁護士業務を行ったということで非弁提携ということで逮捕されました。で、事件屋というのは弁護士資格を持たずにですね、他人の揉め事に介入して金銭的利益を上げるものを、事件屋と言うんですけれども、こういったね、事件屋を、防ぐために、弁護士法とかってあるわけだと思うので、そのあたりはね、本当にしっかり取り締まらなければならないところではあると思いますし、その74歳の、おじいさん弁護士の、供述としては仕事がなかったというですね供述をしている、ここら辺がすごいねピックアップされてるわけなんですが、本当にそういう背景もあると思いますし、この74歳の弁護士のねおじいさんは大学教授とかもやってるようなね先生であるというところだったので、本当にね仕事がなくて苦しんで、いるのか、どうなのかというところですけど、最近ね本当に資格を持つね人間のリテラシーが低くなってきているというか、その人たちはやっぱりですね独立した存在でなければならないはずなのに、事件屋とかね、そういった資格を持てない人の傘下に入るような状態っていうのは続いてしまっているような、気がします、業界全体見ていて。で、今回ね逮捕された事件の話でも思い出したんですけども、明らかに公になっていないだけで結構ですね事件屋の話っていうのは業界内でも聞きます。例えばですね、誹謗中傷の問題に取り組んでいる弁護士の先生で、大勢はね、どことはちょっとまだ言わないですけれども、そのですね弁護士事務所も事件屋と組んでですね、金銭的利益を上げているという話は非常にですね業界内で聞きます。で、例えばですね2チャンネルとかの掲示板っていうのはなかなかですね外国に、拠点があったりとかして日本のですね、司法判断を受け入れないんですよね、2チャンネル掲示板とかっていうのは。なのでじゃあ開示しなさいという決定が出たとしても開示してくれなかったりとか、それからとにかくですね相手を特定するまでものすごい時間がかかるんですよ、通常の手続きをすれば。だけれども2チャンネルのこう運営側とつながっている、そういった、ブラックマーケットとつながっている弁護士って結構いて、でそのブラックマーケットとつながっている弁護士はじゃあ裁判所通さずね IP とか教えてもらえるんですよ。で、その IP を教えてもらえる、力を持っているということでね、金銭的な大きい金額動いてくると思います。で、その事件屋教えてくれるような事件屋にも当然ね、お金を支払って、で依頼者からは多額のお金を取るということで、こうブラックマーケットとのつながりを、が全面的にそういった、あるのでね、その人たちは事件解決、誹謗中傷問題を減らそうというのはその弁護士たちはないわけですよ。自分たちはネットの誹謗中傷とか書き込み削除を得意としてますよと歌ってるくせに、実際はですねそれを依頼することができるだけ体力があるですね企業とかがお客さんなだけであって、じゃあ一般に苦しんでいる人がお客さんかって言ったらその人たちはそういうことはしないので、こういったのもね時期になんかいつかで、暴かれていくのかなというね、気もしました。誹謗中傷でね、有名な大手の事務所なんかは、そういった話も聞きますし、なんかねこれからが、そういうのは楽しみかなというふうに思っております。で、ちょっと話はそれちゃったんですけれども、非弁の問題っていうのは本当にね、複雑な
話もあれば単純な話もあって、どこからが非弁かとかね、難しいものもあるんですけど、こういう、まあ、弁護士資格を持たないものがやるということ、これはもうとにかくポイントだと思いますので、まあ、弁護士もね逮捕されて、まあ、向こうはどうなんですかね、これから告発とかされるのか分かりませんけれども、まあ、仕事がないからといってないことが原因で業界全体の質が下がるというのは、それは弁護士だけじゃなく司法書士としても本当にね、まあ、危惧すべき問題であると思いますので、今後もねなんかこういった事件が出るたびに情報発信はしていこうかなというふうにね思っております。まあ、そんな感じで今日はですね、めでたいドラえもんの熊手の紹介と、あと弁護士を非弁問題で逮捕された弁護士のお話をさせていただきました。そんな感じで皆さん、今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。